一条富裕卿は、江戸時代中期の苦行。官位は、十一位、関白及び摂政。署名は、内房、晩年には、兼ねてると称する。炎上寺と合した。御用税天皇の断刑、賛成子孫である。霊元天皇の第一の側近であり、この江元宏と建政を争った。官位は、十一位、関白及び摂政。父は、右大臣一条京多助。 慶安五年4月13日、右大臣一条京、タスクの子として生まれる。母は、美前国岡山藩主、池田光政の娘、通り姫。万治3年3月22日に、生後一下二条借二23日に元服した。27日に、初めて昇殿して、五歳天皇に拝越。この時に、左近の少将に任命され、近熟を許された。 12月24日には、14以上に昇進。漢文元年1月11日に、左小の中将に就任し、さらに12月24日には、県中納言となる。漢文3年1月12日には、正三味県大納言。漢文7年12月22日に、直樹体験を許された。漢文8年12月22日、12位。漢文九年十一月九日に、 右大将を兼務。12月25日には、右馬司佐官に就任した。関文11年1月30日、特大寺稔氏が内大臣を辞職したため、うるう6月29日に代わって、内大臣に就任。遠方元年4月17日、正2位に昇進し、遠方3年9月19日、右この絵大将から、左この絵大将に転じた。 遠方4年8月23日、左近江大将を辞職。さらに、遠方5年12月24日には、右大臣となった。遠方8年、冬田都会名。天奈2年2月18日、高塚佐タスクが官白を辞職した。朝廷序列の順序を考えれば、左大臣である近江元宏を関白に任命すべきであったが、霊源天皇は元宏をうとみ。 関連を無視して2月24日に、右大臣の冬協を順一位関白、富士市長者に任命するという異例の人事を強行した。以降、霊安庁は、冬、慶太元博という構図となり、宮廷内での安東が始まった。状況4年に1月23日には、皇太子朝、さ、人志新郎の元服に際して、加官役を務めた。3月21日、 年少の東山天皇の即位により、関白から摂政に転じた。だが、霊元上皇が陰性を開始したことによりこれに反対する幕府との確執が生まれ、上皇と幕府の対立が始まる。元六二年三月二十七日に天皇の成長に伴い再び摂政から関白に転じたが、元六三年一月十三日幕府と結んだ、元広に関白の座を追われた。 その後、元禄七年二十一位、元禄十一年に兼ねてると解明するが、この頃より、中部に悩まされるようになる。法営二年に死去。家徳は、養子の健康に譲った。蔵書家、神道の研究家としても知られ、特に、山崎安西の水化神道を庇護し、吉田神道を支持する、この絵本博との対立の一因にもなった。一条家は、 九条道家の子である一条三熱継を、死祖とし、石家の一つであった。山口和夫、霊源院生について、書集、山口、近世日本政治史と、朝廷 ISBN978 から4から6420348072017年、P217、ケイズ3用では、高塚砂防タをクめかけと記載されているが、これは誤りである。ありがとうございます。